博物館は、福島県南藍津郡南藍津町にかつてあった博物館。かつて、細池の蔵を転用した展示施設で、執行品、郵便資料、除活前人品及び資料などを公開していた博物館である。郵便資料などは閉館後の2011年に南藍津町へ寄贈された。町では、町立の奥合津博物館に、常設の細い屋コーナーを設けて、 寄贈された資料の展示を予定している。細池は江戸時代後期に名主を務めつつ、酒造業、漆器業、金融業を営んで栄えた祖宝家として知られている。1872年には郵便局を開設しており、郵便資料207点が1983年に南合図町の重要有形民族文化財に指定されている。また、細池に伝わる 漆器類は、江戸時代から明治期にかけてのもので、1984年に、南合津町指定重要文化財に指定されている。さらに1998年には、母屋など8棟の建物が、国の登録有形文化財に登録されている。除活前寺遺品及び、資料一括、南合津町指定重要有形民族文化財、昭和58年5月1日指定細い系の祖、閣僚、 お席は、除滑前寺に指示し、除活も近所に用を結んだり、旅の都時に泊まっている。遺品遺木は没後お席の手によってまとめられ、保存された。大別すると、遺品、遺木、その他関係資料、100年記資料がある。細池郵便資料一括、南会津町指定重要有形民族文化財、昭和59年3月3日、指定細池は、 明治5年7月から全国的に郵便制度が施行されたことに伴い、同年9月に郵便御用取扱所として開設され現在に至っている。明治5年の郵便取扱業務を定めた郵便規則や明治7年3月の駅定等、前島ひそかからの局長手当の事例をはじめ207点に及ぶ郵便関係資料が保存されている。また、 明治25年、小包郵便法が施行され、10月1日より、小包郵便取扱いが開始された。明治29年11月に、田島静川山口間に、小包線路が開設され、明治33年7月、静川局においても、国内小包郵便事務取扱いが開始された。明治33年6月、静川から久エマルにも小包路線が開設され、 小包み郵便の量も次第に増加していった。静川山口館、静川から紅丸館の低層は、全国難儀を極め、静川事務概要報告表にも詳しく記され、これらの資料も多く残されている。細池執行品一括南藍津町、指定重要文化財、昭和59年3月3日、指定細池には、延鏡二年作と言われているものから、 明治時代のものまでの漆器類が保存されている。藍津若松や北方で産した漆器を藍津塗りと呼び、古い塗りも種や黒、昇降等の採質が用いられ、花殖法も花鳥類を採質で描いた漆絵や藍津絵と呼ばれている金箔を押して、漆絵で文様を描いたもの、サビで文様を描いたサビ絵などがある。薪絵は完成4年に金粉、金箔の製法は、 完成8年に経営より人を招いて技法を伝えている。保管されている漆器類は腕が160組、禅が60膳、弁当箱が1組、大敗2組あり、中でも鶴の図七つ組さかきは田島地方に保存されている唯一のものであり、藍津漆器の資料として代表的なものである。細池住宅主や江戸時代蔓延2年の建築で木造平屋建て、 かやぶき、建築面積246平方メートル。前後に注文のついた曲屋であったが、昭和30年代前後に注文を取り除き次家屋に改築され、土間側に馬屋注文が取り付いていた。開放的な外観、部屋境に坂も様を多用することの木が、比較的に低いこと等に、時代の特徴が現れている。登録基準。 国土の歴史的景観に寄与しているもの。登録番号070013。細池住宅地仏堂を江戸時代天保11年の建築で土蔵造,造り平屋建て、鉄板武器、建築面積27平方メートル。除活禅寺が滞在したよう、その100年期に改築し地仏堂にしたものと伝える。除活禅寺ゆかりの建物として広く知られている。 土蔵造,造りで内部に造作を作る構えは、一般の蔵座敷の造りと同様である。登録基準、国土の歴史的景観に寄与しているもの。登録番号、07から0014。細池住宅西の蔵江戸時代文政年間の建築で土蔵造,造り2階建て鉄板武き建築面積69平方メートル。主屋南西に立つ平入土造仏蔵。地物堂倉座敷が、 南北に隣接し、当面に、自物堂、蔵座敷に通じる蔵前を取り、蔵前を含み全体に大屋をかける。当家が漆器業を営んだ時に、漆器の塗り蔵として使用したもので、この地方における大規模農家の制御の様子を示す建物である。登録基準、造形の基盤となっているもの。登録番号070015。 細池住宅像座敷江戸時代文青年間の建築で土造造り二階建て、鉄板武器、建築面積73平方メートル。母屋の西に廊下を介して立つ。土造造り二階建てで隠居所だったと伝える。1.2階ともに畳を敷内部の造作を通るうるし塗りとするが、衣装は母屋座敷よりも簡素である。比較的に、 古い倉座式の一つで、江戸時代における、当地方の上層農家の生活を物語る建物で、ある。登録基準、造形の基盤となっているもの。登録番号、07から0016。細池住宅文庫像江戸時代文政年間の建築で土蔵造,造り2階建て、鉄板武器、建築面積54平方メートル。母屋の後方西寄りに立つ。 置屋根形式の2階建て土蔵で腰に下見板を張る。小規模ながら胸通りに柱を立てる点が珍しい。内部壁面をはめ板とすることから当初から貴重品を入れる蔵として建てられたことがわかる。大規模農家の屋敷構えの貴重な構成要素である。登録基準、国土の歴史的景観に寄与しているもの。登録番号070017。 細池住宅坂倉江戸時代末期の建築で土蔵造り2階建て、鉄板武器、建築面積93平方メートル。母屋の北東に立つ、つま入りの土蔵。当家が正式に酒造業を営み始めた、完成2年を大きく振らない頃の建築と考えられる。江戸時代後期以降には有力な大規模農家が様々な業務を展開するようになるが、その様子を物語る。 建物の一つである。登録基準、造形の基盤となっているもの。登録番号零七から零零一八細池住宅郵便局舎昭和九年改造の建築で土蔵造,造り二階建て、鉄板武器、建築面積九十三平方メートル。南面する敷地の道沿いに立つ。土蔵を改造して郵便局舎に転用したと伝え、現在はスタで覆われているが、 道路に面した入り口や縦長の窓がその様子を伝えている。町の郵便局として広く親しまれた建物で昭和40年に業務を辞めたが、現在は関係資料を展示している。登録基準、国土の歴史的景観に寄与しているもの。登録番号07から0019。細池住宅に江戸時代蔓延2年の建築で木造、鉄板武器。 郵便局舎の西に隣接して、道に面して立つ村門。も屋と同時期の建築で、以前はも屋と倉座敷の間に建っており、藩主、大官、武士などのための門であり、一般人は通行しなかった。村な主を務めた家柄を表す建物で、大規模農家の屋敷構えの貴重な構成要素である。道路との間にある門に付属する石橋は、 絵図によって、万円二年より前からあったことが知られる。登録基準、国土の歴史的景観に寄与しているもの。登録番号、07から0020。ありがとうございます。